キリングバイツは、村田シニア原作、墨田和朝の作画による日本の漫画。月刊、ヒーローズにて2014年1号から2020年12月号まで連載され、後ウェブコミック配信サイト、コミプレにて続きを配信中。出会い、奇妙な生活と内某書、大学生、野本優也は、短期バイトで知り合った知人たちに、何の事情も告げられずに、 ドライバーをやってほしいと連れられ、夜道を歩く、女子高生を誘拐するという犯罪計画に巻き込まれてしまう。野本は両親の荷借から車を止めて知人に犯罪行為から辞退するというが、それに返事をしたのは被害者の女子高生、宇崎瞳だった。知人たちは、 標的となった瞳を、野本の運転する車の中で合刊しようとするが、野本が運転している最中に瞳に殺されていた。瞳の指示で人気のない廃材を牙に案内された、野本はそこで出会った、重頭師、獅子の名を持つ谷われと同じ重頭師、蜜の名を持っていた瞳の、獣人同士による血で血を争う、牙刀を目撃することとなり、決闘は、蜜の勝利で幕を閉じた。 翌日、瞳に連れられたのもとは、瞳の保護者を名乗る、牙刀管理局の局長、指導霊一と対面。そこで指導から、獣人の存在と、日本経済を裏で支配している四つの財閥が、獣人たちを使い、財界での発言権をかけた、代理戦争、騎馬党を知ることとなり、同時に3ヶ月後に行われる、牙刀十五国説に、 野本は重騰三密の唯一の出資者として参加すること、並びに参加者となる瞳には出資者である野本のボディーガードとして同居することを告げられる。是非の有無を言わされず参加することとなった野本ととのを、警護することとなった瞳は、前線無敗を誇っていたという、死死から勝利した瞳を、今回の騎馬島における台風の目と見た各財閥からその日を、境に目をつけられるようになる。 野本と瞳を殺害して、十五節の参加資格を奪おうとする八菱財閥の、重騰士、山港の襲撃を受けた後、石田財閥に所属する重騰士、かば、岡島一之助からの申し出と、同じく、石田財閥の申し出を受け入れた指導からの指示で、野本と瞳は、石田財閥に所属することとなる。岡島も、ボディーガードとして同居することになる中、野本の通う大学に、 学生で通うこととなった瞳が8、騎士財閥所属参加者の重騰士、資料表、中西江座や三角財閥所属の重騰士たちと遭遇、一方の本も人見との騎馬党で敗北して、参加資格を失った、死士を連れてきた、三角財閥の令場、三角陽子から、十五節参加自体を要請されるなどの妨害に、アうも無事三ヶ月を乗り切り、十五節への参加を果たす。 木場島中国説フィリピン海の無人島、炎のおひずめ島を舞台とした、各財閥に所属する重騰士12人による、重騰説が開催。開催時点で財界の発言権を所持していた、ミカド財閥は、上昇要因であった、死死を欠くことになるも、ミカドの財力も利用して洋子が主導で入りすぐった、屈強揃いの重騰士、千山港、巨匠ら、熊を選出。 八筆財閥は、獅子の公敵種である、獣頭師、虎、中西大和とその実米である江座、管理局からの指示で、協力参加した、獣頭子ジ師、邪ネコを加えて参加。香港マフィアの用人帽や暴走族などならず者を、養子爬虫類系の獣頭師を多く所属させている、角友財閥は三門に負けず劣らずの実力を持つ、癖者揃いの獣頭師、ワニ、ツボマイラ、 主宮が参加。財閥の中で最も財力が弱い石田財閥は、石田財閥会長夫人の叩き上げの部下である岡島、岡島の説得で石田に所属した柔道士、うさぎ、稲葉初、そして台風の目として注目を浴びる密による寄せ集め構成となった。十五節開始早々、密が熊を打ち倒したことを皮切りに、 各所で鉢合わせた重刀師が次々と試合を展開。熊をはじめとし、ツボマイラ、ワニ、シ主偶、巨匠ら、ウコネ猫コと次々と脱落、絶命していき、試合も終盤に差し掛かって、密と虎ガシ刀を展開する中で、陽子が選出した千山光が猛威を振るい、一撃で密を戦闘不能に陥らせ、密を除けば唯一。 死と当たり合える実力を持つ虎と虎に加勢したカバー持た手続けに撃破される。実力に劣る狩猟兵が立ち向かおうとした瞬間、突如毛並みを白く変色させて、かつての原種の獣人として覚醒、復活した蜜が千山港に再戦蜜は千山港の鋭利な鱗の尾で右腕を切断され、さらに執要に体を貫かれるも、 一瞬の隙をついて、千山口の口の中に爪をねじ込ませ、そのまま頭蓋を貫く、致命傷を与える。しかしそれまで受けたダメージで体力が限界を迎えてしまい、痛み分けの形で脱落する。一方、頭蓋を砕かれた千山口は、脳症を飛び散らしながら立ち上がるも、狩猟票に喉笛をかっ切られて、ついに絶命する。狩猟表は、唯一生き残りかつ、 戦闘能力が皆無の、ウサギを悠々とし留めにかかるも、ウサギが逃げ回る最中につまずいたことが原因の偶発的な蹴りが、狩猟票の顎に命中。狩猟票は、脳震盪を起こしてあっけなく脱落してしまい、ウサギが優勝するという、大番狂わせとなった。しかし、ここに至って、住友財閥総理事、角友宮雅は、以前から、管理局と石田財閥、 八菱財閥が秘密裏に利害関係を築いて財界の完全掌握を図っているのではと疑いの目をかけており優勝を逃した場合に備え資格として銃刀資、飛躍部隊を使って生き残った銃刀資を始末して優勝を横取りしようとする不正を働く。しかしその企みも現地に素早く赴いた牙等実況司会者を務めていた指導の秘書 篠崎舞によって阻止され、不正の代償として、格友宮尾も、三角財閥会長、三角洋山のボディガードをしていた、父に始末される。これで財閥のトップによる混乱も収束したかに、見えたが、今度は、指導が、三角洋山に対して三門財閥が、騎馬党を利用して、経済を長期にわたって私物化し、我欲に徹して、不安定経済に陥らせたと看破。 これに対して、貴様ら弱者の存在こそ、罪と言い張る無直後に、管理局と、石田、八菱財閥と、密かに協力関係を結んでいた、死によって殺害される。千山港のパートナーをしていたよう子は、失意の中で、悲惨のいる部屋に赴くと、すでに悲惨が始末された後で、管理局と石田財閥と八菱財閥と、三角財閥内の、 反会長派の4グループが結託して起こした理想的性変を目の当たりにし、地位を完全に失うこととなった。閉幕と別れ、十五節閉幕から2週間後、岡島も瞳もいなくなって、普段の生活に戻った野本は、試合の配当金の入ったジュラルミンケースと、にわかにも信じられない体験をしたことを思い出す日々を繰り返していた。そんな中、 突然、瞳から、呼び出しのメールが届いた。呼び出しのメールが来たその夜、瞳と初めて会った、廃材置き場に到着した野本は、そこで切断された右腕をつなぎ直す、途中の状態の瞳と再会する。再会を喜ぶ野本は瞳に、瞳と出会ってからの彼女との交流と、場等を通じて、今まで流されるように生きてきた自分を変えることができた、ことを、プロポーズまがいに告げる。 瞳は、野本の言葉に頬をあからめるも、野本を殺せという指導の指示を実行し、野本を殺害する。指導の部下、芝山が運転する車に戻り、野本の亡きムクが放置されたままとなった、廃材置き場を後にする瞳は芝山に対して、別に悲しくねえしと言い張るも、その目ははっきりと大粒の涙を流していた。二年後の世界、十五節閉幕から二年後、 財界の発言権を手に入れた石田財閥と協力関係となった八菱財閥の援助を受けた管理局主導のもと、公にされなかった獣人や騎馬党の存在が公表され、新政令、獣化法によって獣人に関する規制緩和が実施され、獣化手術も合法化された社会が形成されようとしていた。中でも、 東京都湾内の人工島に新しく設置された特別自治区政令指定住人海法特別区域では獣化した状態の人間と獣化しない一般人が平等で街中を歩いている光景が日常的となっておりかつて非合法な掛け試合でしかなかった騎馬島も獣化法による厳しい取り締まりによって競技者精神に則っ,った世界的 エンターテインメントスポーツとして様変わりしていた。そんな街に、騎馬島での優勝を夢見る15歳の少女、犬井淳が訪れた。淳は正式な重闘士として認定されるための死闘で、不良女子高生の騎馬マ猫、黒い優を相手に、コビー犬に獣化して、初めての実践試合に臨む。試合は互いに一歩も譲らない好戦闘を展開するが、 一人の出資者の若者が立ち入り禁止のフェンスを越えてまで順にアドバイスをしたことが原因で二人は失格退場処分となってしまう。無効試合の原因として警備員に取り押さえられた若者は石田財閥会長夫人の美琴聖羅が自身の身内だと説得したことで解放されたが、その若者はなんと2年前に銃刀し、三、うざきひとみに殺害されたはずの野本雄也だった。 参加資格を失って、従人特区をあてどなく歩く順は、牙等管理局員を名乗る、銃刀師アマガエルに言いくるめられて、性的犯罪に合いそうになるも、順を探してくれたら二人に出資するという野本の条件に乗った優に助けられる。野本が出資者権保証人となったおかげで銃刀師に認定され、区立学校に入学した順はそこで、折り紙付きの不良として、 名が知れていたユウと再会する。死闘やアマガエルの剣で何かしらの運命を悟った順をユウは突っぱねる中、ふとしたことで同学校の社会科教師である重闘士キリンとの騎馬刀に発展。学校の一部を破壊するまでになる中、戦いの匂いを嗅ぎつけてきたミツ、ウザキヒトミが介入してきたため、キリンが負けを宣言して戦闘は終了となったが、ミツの存在は、 純というは自分たちの実力差をまざまざと知らされることとなる。麒麟との一件の夜、祐の紹介で非公式の騎馬党が行われている獣人特区番外地、金網通りに連れられた純は、2年前の十五節で優勝したことで様々な噂話が広まって、密、獅子以上の影の実力者という尾ひれがついてしまった、獣頭師、うさぎ、稲葉初と対面する。 初がボスとして管理する、おしじん畑で優が重騰し、サイトの戦闘の最中に二人の不在を知った野本が、やってきたことで、野本と初が思わぬ再会を果たすこととなった。初の事情を知った野本は、管理局に密告しない条件として、順を大ベテランの重騰し、狼と戦わせるという試合カードを組まれ、狼の圧倒的な実力に窮地に立つも、 野本の犬笛を使った戦略で辛くも勝利する。オシジン畑を見渡せるところで瞳と銃刀し、資料表、中西エザはもに、コビ犬と狼の試合を観戦するが、二人はそこで観客に紛れて、試合の様子を見ている。死んだはずの野本を目撃。さらに、野本とコビ犬の犬笛による一死乱れぬ連携を見せつけられた瞳は、激しい怒りを覚えた。 翌日、学校に登校した淳というは、何時の間にか名前で呼び合うほどの中になり、管理局の指導部門の役員となった、重道士、カバ、岡島一之助から、騎馬党の本大会予選の選出を発表され、淳という、そして体力測定で体育にだだをこねていた、生徒、森藤廃ジが選出された。本大会予選出場が決まった日の夜、公演で、淳が、 野本の特訓を受ける中、ひと野とは2年ぶりの再会をすることになった。殺意を隠そうともしない瞳に警戒する順だが、野本ととは互いの意志の祖母を確認して、騎馬島での決着を誓うこととなる。様々な思惑が交差する中、15歳と冠された騎馬党大会の第一次予選が開催されることとなる。声優は突起がない限りオーディオドラマ版。 アニメ版共通。瞳が、騎馬党十国説にて参加の名目上所属している、財閥。四財閥中最も資産が乏しい。岡島を財閥に引き込む以前から、騎馬党に影の部分があると踏んでおり。第一章終盤、八騎士の反乱を表向きでは同調しながらも、第二章以降は、独自に八騎士と管理局の目を盗みながら、調査を続けている。 豊富な資産を持ち、その資産力でもって多くの競合重投資を抱えている。それによって、騎馬党の勝利をほぼ独占して日本経済を私物化。深刻な停滞を招いたと、騎馬党中国説直後に石田と八菱の津王藩に愛会長の悲惨が殺害される。その結果、獣化手術と騎馬統合法化の際には、 非合法に行われていた騎馬党は三角が行っていたことにされた。三門に次いで資産が豊富であり、前回の十五節にて優勝を収めている。四財閥の中でかなりの異質とも言える存在であり、所属する重刀師もはぐれ者ばかりである。三角と八菱の共倒れを狙って漁夫の利を得ようとしている。十五節で参加させている重刀師は、 爬虫類をベースとしたものとしており、他の重頭士以上に桁外れに高い回復力を持っている。また、隠蔽能力の高い、飛躍の特性を持つ獣人による暗殺部隊を持つ。石田と八飛氏が管理局に抱き込まれているとして、騎馬党十五国説終了直後に結果を覆そうと、したが逆に管理局に現場を抑えられ、会長の宮尾は死死に殺害される。 刊末には特別描き下ろし漫画として、導け、教えちゃん、ひたかくせ、稲葉さんが掲載されている。フィールズよりプレイステーション4およびプレイステーション、ビータ用ゲームソフトとして発売予定だったが、2017年に開発の中止が発表された。このほか、パンダの重闘士のイラストが、月刊ヒーローズのゲーム開発速報記事にて確認されていた。 2017年3月1日発売の月刊ヒーローズ4月号にてアニメ化が発表された。2018年1月から3月まで毎日放送ほかアニメイズム B2 枠にて放送された。ナレーションはスワベ純一が担当し第1章エピソードのアニメ化となっている。放送前週に出演声優陣による事前特番が放送された。 インターネットでは毎日放送での放送直後、テレビ未放送のシーンを含めたディレクターズカット版が Amazon プライムビデオにて独占配信される。通常のテレビ放送版については Amazon 公開の約3週間後にギャオ、ストアなどで有料配信。篠崎舞役の赤崎千夏とのトグロー教え役の原田、あやふうがパーソナリティを務めるウェブラジオ、 ラジオキリングバイツ獣人ウォッチングが2017年12月29日から2018年4月6日まで、おと泉にて毎週金曜日に配信された。ラジオキリングバイツ獣人ウォッチングに関するカテゴリー。ありがとうございます。